私はパニコ、29歳の会社員です。とある結婚相談所でカウンセラーとして働いています。ゆきえ様、ご成婚おめでとうございます。ありがとうパニコさん、あなたのおかげで素敵な男性と巡り合うことができたわ。私は結婚相談所のカウンターで成婚が決まってご挨拶に来てくれたお客様とにこやかに会話していました。私はちょっとお手伝いをしただけです。お相手が決まったのはゆきえさんが魅力的な女性だからに他なりません。ゆきえさんの感謝の声を聞きながら、私は彼女との日々について思いを巡らせていました。お客様の相談に乗る上では、お客様の人生にまで踏み込むような突っ込んだお話をさせていただくものです。時には生き方そのものを方向転換するようなアドバイスをすることも。反発したくなる時もあったけど、やっぱりパニコさんの言葉を信じてよかったわ。そのおかげで結婚を決めることができたんだもの。私ね、パニコさんには本当に感謝してる。ああ、このお客様とももうこれでお別れなんだわ。お客様のご成婚は本当に嬉しいことではあるんですが、少しだけ寂しい気持ちもあります。結婚相談所のカウンセラーは気苦労も多いけど、こうやってお客様に喜んでいただけた時の喜びは他の何にも代え難い最高の仕事だと思っています。パニコさん、お疲れ様。ああ、所長、お疲れ様です。事務所に戻った私に所長が話しかけてきました。今日は新規のお客様がいらっしゃるの。ちょっと難しいお客様だからパニコさんが担当してくれる？パニコさんはお客様の評判もいいし、あなたならうまくやってくれると思うのよ。難しいお客様と言われるとドキドキしますが、でも所長が私を頼りにしてくれるのは嬉しいことです。わかりました。よかった、ありがとう。じゃあこれがそのお客様のプロフィールね。うちの結婚相談所は面談前にウェブで自分の簡単なプロフィールと現時点でのお相手のご希望を送っていただいています。そうすれば事前にお客様の情報が得られてスムーズな面談ができますからね。今日のお客様のプロフィールはあれ、これ間違ってませんか？お客様の年齢が49歳になってますよ。うちの結婚相談所では申し込みされる女性の年齢制限を39歳までと限定しているんです。年齢範囲を幅広くしてもマッチングに至らずに結果としてお客様にご迷惑をかけてしまいますので。年齢は49歳で間違いないわ。当相談所では40歳以上の方はお引き受けしかねますって断ったんだけど。所長が年齢を理由にお断りしたにもかかわらず、私の結婚を邪魔する気か、自分は30代に見えるから大丈夫だとご了承されてどうにも断れなかったとか。確かに難しいお客様っていうのは間違いないようです。私はなんだか嫌な予感がしました。私の嫌な予感は面談が始まってすぐ的中しました。男性の希望は年齢25歳以上35歳未満で、年収は1000万円以上。転勤のない職場に勤めてる人がいいわね。ど田舎に転勤とか困るから。長男は不可、親の介護はなし。もちろん同居も嫌よ。あと子供なしでお願いね。子供なんていらないって人がいいわね。今さら育児なんてしたくもないし。でも専業主婦させてくれないと困るわ。はあ、それからちょっと待ってください。椅子に座るなり自分の要望をベラベラとまくし立てる今日のお客様、初美さんを私は慌てて止めました。そんないきなりご自分の要望ばかり述べられても困りますよ。まずは落ち着いてお話を。そんなグズグズしてられないわよ。こっちだって忙しいんだから。この面談の後にはエステサロンを予約してるし、ネイルサロンも行くのよ。自分磨きに時間がかかるんだから、さっさと私の要望に合った男性を紹介してちょうだい。婚活のために自分磨きをするのは誠に結構ですが、エステやネイルサロンに行く前に
先にダイエットした方がいいんじゃないかなーなんて私は心の中で思いました。あのですね、希望に合った男性とおっしゃられましても、ご承知の通り当相談所は原則として39歳未満の女性しか受け入れていませんので、男性からのご要望も年齢的にそれくらいを。そんなの適当にごまかしとけいいじゃないの。だって私いつも30代くらいには見られるのよ。20代に間違えられたことだってあるんだから。こないだ街を歩いていたら成人式の振袖のチラシをもらったもん。それは成人する当人ではなくお母様に見えたんじゃないかしら。私は年収1000万円以上の男性と結婚するためにこれまで美容と自分磨きに専念してきたの。だから見てよ、お肌だってツルツルピカピカでしょ。初美さんは私にグググーっと顔を寄せてきました。愛さえすれば私の魅力が相手には伝わるんだから、年齢くらいうまくぼかしておきなさいよ。まったくもう融通の効かないカウンセラーだわね。それはできません。お客様に誤った情報をわざと伝えたら当相談所の信用問題になります。そもそも初美様、お相手のご希望を25歳から35歳とされていますが、35歳未満で年収1000万円もらってる人はあまり多くはないんじゃないでしょうか。年収1000万円以上もらっている35歳未満の男性が49歳で子なし介護なし転勤なし専業主婦希望の女性を選ぶとは到底思いませんし、今回は所長がお引き受けしましたので、初美様がご成婚できるよう私どももできるだけサポートしますが、ご希望についてはこれからじっくり話し合って。ああもううるさい、あんたは黙ってこっちの望み通りに男をよこせばいいのよ。今日は時間ないからもう帰るけど、次の面談までに35歳未満の年収1000万円を探しておきなさいよ。もちろんイケメン限定でね。私が言葉も出ないでいるうちに、初美さんはさっさと出て行ってしまいました。うわあ、これは難しいお客様どころの騒ぎじゃないわ。49歳で貯金20万円、実家暮らしだから自分で家事もやらない派遣社員の女性が35歳未満の年収1000万以上の男性をご希望だなんて。しかも転勤も介護も子供もなしで専業主婦させてくれる人、しかもイケメン、そんな男性どこで見つかるというのでしょうか。私は大きなため息をつきました。1ヶ月後。どうしてまだ私の結婚が決まらないのよ、おかしいでしょ。結婚相談所のカウンターの机を初美さんはバンバン叩きながら叫びました。この1ヶ月は大変でした。初美さんのありえないほど大きな要望を満たす男性を探すために、私は毎日せっせと登録男性のリストを漁りましたが、もともと35歳未満の年収1000万のイケメンの男性なんてほぼ存在せず、なんとか近い条件の男性を見つけて初美さんをご紹介しても、ほとんどの男性からは写真とプロフィールを見ただけでお断りされてしまいます。それでもこの間なんとか一人だけ顔合わせにこぎつけることができたんですが、あんなろくでもない男を紹介して年収1000万のはずが800万円じゃない、200万円も足りないわよ。それに親と同居はしないけど介護施設の費用は出すつもりだとか言ってるのよ。そんな金があるなら私に使えっつーの。それでもまだイケメンなら許せるのに、イケメンとはほど遠いそこら辺にいそうなぼーっとした男じゃないの。まったく結婚相談所にはろくな男がいない。わめく初美さんに私は努めて冷静に言いました。初美様、何度も申し上げているように初美様の要望すべてを満たす男性が現れる確率は天文学的数値です。先日ご提案したようにせめて年齢を40代50代に上げるとか年収を下げるとか、子供が作れない分ご両親との同居を OK にするとか条件を下げないと。そんなことできるはずないでしょ。今さら年収300万の男なんて無理、エステにも行けなくなるじゃない。初美様、本当にご結婚されたいのであればある程度の妥協は必要ですよ。
自分を客観視して。何よ、あんたは私が年収1000万の男にふさわしくないとでも言いたいの？失礼にも程があるでしょ。たかが結婚相談所のカウンセラーごときが。あまりにも失礼な物言いに私はちょっとムッとしました。するとその顔を見た初見さんは意外なことを言い出したんです。わかったわ、あなたが私に男性を紹介しないわけが。え？あなた、私がイケメン高収入男と結婚するのが妬ましいのね。だから私の婚活を邪魔しているんでしょう。はぁ？とんでもない。そりゃ私だって独身ですから、素敵な登録男性を見た時にはちょっと心がときめくこともあります。だけど素敵な男性だからこそ、その人にお似合いの素敵な女性と成婚していただきたいと思い、より一層ご紹介に熱が入るのです。それを初見さんは、私が初見さんの魅力に嫉妬してわざと男性を紹介せずに婚活の邪魔をしていると言うんです。プロの結婚カウンセラーに対してなんたる侮辱。私は憤慨しました。初見様、私を信頼できないのであればもう仕方がありません。どうぞ担当カウンセラーの変更をなさるか、もしくは退会をご検討ください。退会？そんなのできるわけないでしょ。え？どこの結婚相談所も追い出されてもうここしか残ってないんだから。はぁ、なんと初見さんはうちに来る前にもあちこちの結婚相談所を渡り歩いてどこでもサジを投げられてきたというのです。そうこうしてる間にもう49歳よ。50までに結婚しないと生き遅れになっちゃうじゃない。だからあんたは何としてでも私の結婚相手を探すしかないの。じゃなきゃ許さないわよ。 SNS とか口コミサイトにここの悪い評判を書き散らして炎上させてやるんだから。ああ、もうどうしたらいいんでしょう。私はもう投げ出したい気分でした。半月後、それから半月後の週末、私は婚活パーティーの会場セッティングをスタッフと共にせっせと行っていました。パニコさん、お疲れ様。ああ、所長、お疲れ様です。所長、あれから初見さんはどうなりました？半月前のあの日、私はもうさすがに初見さんの面倒を見きれないと所長に泣きつき、初見さんは所長自らが担当することになりました。所長に彼女を押し付けたようで申し訳ないですが、さすがの私も彼女は荷が重すぎます。あの人はね、優秀なパニコさんがサジを投げるだけあるわね。私も苦労してるわ。でも今日の婚活パーティーには初見さんも参加するのよ。初見さんは忙しいから行かないって言ってたけど、直接男性と会うチャンスを広げた方がいいですよって説得したの。まあ本当の目的は他の若い婚活女性と肩を並べた時に自分がどう見えるかを知ってもらって現実を見てもらうためなんだけどね。なるほど、さすが所長。まあ今は私も他のお客様を抱えているし、今日の婚活パーティーで一組でも多くカップルが成立するよう頑張らなくちゃ。しかし婚活パーティーが始まった瞬間、私は初見さんにとっ捕まってしまったんです。ちょっとあなた！パーティー会場を私が歩き回っていると、いきなり初見さんが声をかけてきました。あんたんとこの所長はどこにいるの？私にぴったり張り付いてくれなきゃ困るじゃない。所長は今スタッフスペースにいまして。困るわよ、私のところに男を連れてきてくれなくちゃ。婚活パーティーに参加している男性はみんな好みの女性のところに行って交流を深めています。初見さんの近くには誰も男性がいません。初見さんの方から積極的に男性に話しかけてみてはどうでしょうか？いやよそんなの、こっちから行くなんてみっともない。男性を一人ずつ私のところに連れてきてちょうだい。このパーティーは初見さんだけのパーティーではないので、それは無理です。男性の自由意志もありますし。いちいち立てついて生意気な。いいから所長を連れてきなさい。もうわかりましたよ。私はしぶしぶ会場を出て所長を呼びに行きました。ここで初見さんとごちゃごちゃ言い合ってる暇はないし、
所長から話をしてもらった方が早いと思ったんです。なので私は知らなかったんです。私が会場を離れている間に起きた出来事。まったくもう、あのパニコって女は役立たずだし、所長はいないし、男はみんな若い子のところに行っちゃうし、この私をぼっちにしておくなんて、男たちはボンクラなんだから、結婚相談所にはろくな男がいないわ。その時、初美さんは少し離れたテーブルに人だかりができているのを見つけました。あれ？あのテーブル、一人の女性に男がまさか集まってる。女性は後ろ姿しか見えませんが、どうやら初美さんと年齢があまり変わらなさそうな中年女性です。同年代発見、あれなら勝てるわ。年齢の近い女の隣に行けば条件は一緒になるもの。よし、あのテーブルに近づいて私の魅力を世の男たちに知らしめてあげましょう。10分後、私が所長を連れて会場に戻ると、婚活パーティー会場は大騒ぎになっていました。一体どうしてあんたたちは私の方を見ないのよ。こっちを見なさい、そんなおばさん放っておいて。お前なんか知るか、僕はこの女性とお話をしたいんだ。いくら年齢が同じくらいでも、お前とこの女性とでは天と地ほどの違いがある。あー、なんて素敵な人なんだ。ぜひ今日は僕とカップリングを成立させてください。そして交際を、いや、もういっそすぐにでも結婚を。一体何事だと、私と社長が目を丸くしていると、男性に取り囲まれてキョトンとしていた女性が振り向きました。その姿を見てびっくり。なんとその女性は私の母だったんです。あ、お母さん、パニコ、助けておくれよ。一体何がどうなっちまってるんだい。どうなっちまってるんだって言われても、こっちこそどういうことよ。どうしてお母さんが。私の母は既婚者ですから、婚活パーティーに参加するはずがありません。忘れ物を届けに来たら、この会場に案内されて、中に入るなり男の人がわんさと集まってきたんだよ。母は私が自宅にスマホを忘れていることに気づき、パーティー会場に届けに来たそうなのです。そして私の名前を出したところ、私が担当しているお客様だとスタッフが勘違いし、パーティー会場に案内したと。母が会場内で私を探していると、何人かの男性に話しかけられて、いつものように応対をしていたら、どん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 男の人が集まってきて、会場を出ることすらままならなかったそうです。さすがパニカ。もうお母さんたらモテモテじゃない。いっそのこと、このまま婚活パーティーに参加する？素敵な男性と巡り合えるかもしれないよ。冗談を追いでないよ。私はお父さん一筋なんだからね。あんた既婚者だったの？なんで既婚者が婚活パーティーに入り込むのよ。私の婚活の邪魔をするんじゃないわよ。さっさと出て行きなさい。事情を知った初美さんが私の母に退場を促すと、今度は会場の男性たちが初美さんに反発しました。出て行くならお前が出てけ。俺はお前なんかよりこの女性と話をしたい。見ろこの美貌、年齢を重ねた落ち着き、そしてどんなことでも許してくれそうなにじみ出る包容力。若い結婚相手を望んでいたけれども、年上の女性の魅力に僕は目覚めてしまった。だったら私だっていいはずでしょ。私はこの女と同年代で、さらに見た目は30代、いや20代にだって見えるのよ。私の方がお得だわ。年上だからって誰でもいいわけじゃない。年齢相応の落ち着きと美しさがあるこの人だから素敵なんだ。無理に年下ぶって変な若作りするような女はお呼びじゃない。はぁ、初美さんが叫ぶと、所長がおろおろしながら男性たちに説明しました。あの皆さん、この方はスタッフの手違いで紛れ込んでしまっただけの人ですから。そうだよ、私はもう出ていくから、お前さんたちはこの場にいる他の婚活女性と話をしておくれよ。いやだ、あなたをしてしまったからにはもう他の女性では妥協できない。そんなこと言ったって、私は心に決めたお父さんって人が。いや、僕は絶対に諦めない。結婚してください。ひぃー、助けて。男性たちの勢いに母は耐えきれず、その場を逃げ出してしまいました。会場内の男性は母を追ってドドドドドッと会場の外へ。なん
でよ。初美さんはおいおいと泣き続けていました。その後、初美さんは結婚相談所を退会してしまいました。とはいえ、うちを退会しても他の結婚相談所にはもう入れないみたいだし、あとは自力で婚活に精を出すしかありませんね。こないだは申し訳ないことをしちまったね。所長さんにもお詫びを言っておいておくれよ。大丈夫、所長はむしろ喜んでるし。え？これまでは女性の年齢を30代までに限定していたけど、魅力的な女性であれば年齢に関係ないってことが分かったから、これからは年齢制限を撤廃して年齢に関係なく婚活できるようにするんだってさ。お母さんの年齢でも入れるみたいだよ。もしお父さんと離婚したら、うちの結婚相談所に登録してみる？お母さんならすぐにでも成婚できると思うんだけどな。親をからかうんじゃないよ。私がお父さんと離婚する可能性なんて万が一にもないしさ。運命のベターハーフなんだからさ。結婚して何年経っても父と母は相変わらずラブラブなようです。こんな素敵な夫婦が一組でも多く誕生できるように、私はこれからも精一杯カウンセラーの仕事を頑張っていかなきゃね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。